原宿店ってみんなやばいっす。やばいっすね。めちゃかっこいいで。めちゃくちゃすごくないですか、はい、この量。まだまだあるか。まだまだある。どうも、MJ です。おっ、はい、今日は、はい、セカンドストリートの撮影をさせていただきます。まさかですね。まさか。はい。はい、セカンドストリートさんは、全国800店舗ぐらい今あります。うん、800店舗も回れてないですけど、もう見るたびに行ってるお店さんなんで、うんうん、大好きなお店なんですけど、間違いないですね、はい、セカンドストリートさん、はい、本社の方の、はい、許可をいただきまして、正式にオファーします。正式にオファーさせていただきまして、お店の方を撮影させていただけるということで、はい、今日はですね、まず1店舗目ということで、原宿店。はい、もう人気店です。やばいっすよね。まあ今日はあのディグりながら、はい、商品紹介できればなと、はいはいはい、思います、はいはい、じゃあ行ってみますか。くまいんじゃ本日のホリメトー。あ、わかりました、はい、今日はね、あのこれ多分10月 9月末ぐらい、9月末ぐらいですかね、の、動画なので、うん、ちゃんと秋服着てきたんですけど、今日はあの台風の日です。はい、めちゃめちゃ雨降ってます、はい、なんで今日本当はあのサンダルで来たかったんですけど、ちょっとあまりにも台風すごいんで、革靴で来ましたと、はい、でスーパーソルに505のブラックに、うん、上はあの前紹介させていただいたブラックのファーストを着てきました、はいはいはい、全部黒です。かっこいい、はい、そんな感じです。かっこいいですね。ありがとうございます。最後にじゃあ渡辺さんの渡辺さんの、はい、はい、上からですね、ハーレーティーですね。ハーレーティー、はい、そんな古くなくて99年のものなんですけど、ツインカムがすごい、このハーレーっぽくないですね。どっかのレコードっぽい感じですね。かっこいいですよね、はい、で下が、キャントバステルのフリスコです。やばいっすね。いやー、かっこいいっす。やばいっすね。でコンバースの、はい、ワンスターですね、はい、でキャップが FJ さんから譲り受けた、はい、ニフェラです。そう、サンフランシスコのネイビーにしよう、うん、これやばいですよね。レードもすごいし、まあ、アメリカ製の。アメリカ製って素材がウールじゃないですか、はい、今のポリエステルですけど、そう、そこもやばいです。よかったです、似合ってます。ありがとうございます、はい、こんな感じで、じゃあ、はい、行きましょうか。行きましょうか。はい、行きましょうか。すごい、どっから撮ったらいいかって感じなんですけど、もうファーストとかセカンドとか、そうなんですね。でモヘアも大量だし、じゃあ行きますか。じゃあ入り口から行きましょう。で、入り口、はい、いつも変わっていくんですけど。ですよね。そう、この間までずっとバンドティーがいっぱいあったんですけど、うん、もう秋なんで、ここはもうヴィンテージのシャツコーナーとカーディガンコーナーって。早速いいのが入ってるっすね。いや、そうなんです。50年代のベアのシャツとか、うん、これめちゃくちゃすごくないですか、はい、この量。はいはい。めちゃめちゃ状態いい、いいカラーの。うん、A4 とか、いや待って、ちょっと待って、増えました。増えた増えた増えましたよね、うん、めっちゃ増えた。パープルとか可愛くないですか。うん、めちゃめちゃいい。ちょっとレーヨンシャツがめちゃくちゃある。あ、これいやいや、これはコットンかな。いや、これもレーヨンですね。うわー、やば。このペンキ飛んでる感じとかめちゃめちゃかっこいいですね。気分ですね。これ1万2000円ですか。めちゃくちゃ安いですよ、うん、いや、めっちゃあるっすよ。だからもうレーヨンもあるし、カーディガンもあるんですけど、うん、ちょっと俺、ちょっと見たいとこがあるんです。はいはい、いいですか、はい、ここお、あ、ここもね。寝るシャツはやっぱり秋になると着たくなるんですけど、うん、あ、待って、やばくない？あれ、ピルグリム、ピルグリムのウールのオンブレ、うん、でも S か。寝るシャツめっちゃあるんですけど、ちょっと俺どうしてもあのごめんなさい、見ちゃうんで、ここいつも。あ、タウンクラフトの赤オンブレ。おお、僕はとにかくやっぱペンドルトンとか、まあ何のブランドでもいいですけど、やっぱボードシャツがめちゃくちゃ好きなんで、うん、これやばくない？あら、いい色。これオンブレですよね。シャドウチェック、シャドウチェック。ブラウンとこれ何色？ブラック、ブラック。え、やばいっすね。ちょっと着ていいですか、これ。あ、やばくないですか。あ、これはかっこいいですね。これ多分パンツが今ブラックの細身なんで、うん、こんな感じですけど、多分
フリスコとかそれこそワークパンツ合わせたら、うん、え？それいいなこれ、はい、まあ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 、はい、まだまだあるからまだまだ、はい、っていう感じでここもシャツがやばいんですよ、はい、やばいですよ、はい、まあ、今年はねあのヘビネルとかフェンドルトンとか、うん、着ていただきたいなという感じなんですけど、うん、あとね、他にもシャツで気になっているものあるんで、うん、ちょっと探しながら、うん、あの紹介できればなと思います、うん、てか物量エグいっすね、やっぱエグいエグいっすね、まあ、ということで今日今も一番推しているコーナーが今ここなんでしょうね、うん、っていうところでシャツコーナー、はい、ないかな、ないっすね、どっかにあるのかな、なんか探してるんですか、そうシャモクロスのシャツ探してるんですよ、シャモは並木くんおすすめのシャモ、はい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 、前ね LLB のシャツいいって並木さん言ってましたよね、そうそうそう、俺もそのシャモアを結構探してて、へー、シャモクロスってあの結構ね安いんですよ、へえ、そうなの、はい、ガシガシ切れるんで、まあシャモクロスあったらちょっとお話したいなという感じです、はい、原宿店デニムやばいっす、やばいっす、原宿店のショーケースとか上はやばいんですけど、うん、ここのゾーンがあの何がやばいってちょっとお安いコーナーなんですけど、うんうん、お安いコーナーなんですけどビックリとか結構入ってるんですよ、うん、だダメージあります、うん、でも耳のあたりめちゃめちゃ綺麗です5万円ですみたいな、うん、ここもねずっとここありますよね、あります、このコーナーっていうんですか、このコーナーあります、うん、で来ちゃいました、はい、まあここ、まあ、リバース、うん、リバースは多分皆さん多分これだけあるっていうのは分かると思うんで、これもホールのすごいって言ってますけど、チラッと言いますか、チラッと言います、チラッとね、じゃあちょっといい柄があったら俺言いますわ、うん、言ってるのは僕あの、はい、リバースはもうね皆さんたくさん着られてると思うんですけど、うん、とにかくあの西海岸の大学系は買ってるみたいな話してたじゃないですか、はい、カリフォルニアとか、ね、うんうんうん、結構カリフォルニアってなかなか見なくて、あってもメキシコとか、あなるほど、はい、が多いんですよ、やっぱアメリカ製なんですね、探してるのアメリカのカリフォルニアがいいですね、だからめちゃくちゃすごいリバースもなんか増えた感じしますね、増えたんじゃないですか、だから秋になったから秋になって出したのか、たくさん出したんだ、出してくれたんですね、ちょっとあれですね、リバースリーブの値段が少し買いやすいプライスになってますね、あ、落ち着いてきたんですかリバース、いや多分人気なんですけど、うん、セカストさん たくさんあるから、あそっか、まあ、相場よりは安いんじゃないですか、うん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 、感じですわ、まあちょっとここは後で個人的に持っていいですかって感じですか、僕もちょっとチラチラっと、はい、ああはいはいはい、あこれ違うね、ネイビー、あ、はい、そっちですね、あでも全然いいんじゃないですか、うん、まあちょっとありますたくさんあります、あります、めちゃくちゃ熱くなったり、あとここいろんなシャツコーナーなんですけど、ここ何でもないんですけど、ここ何でもないところを見るのが一番面白くて、何でもない、こういうボロのスウェットとか、うん、まあスウェットから普通にこうやって、まあ、こうやって見るだけでこう黒シャンとかが入ってるんですよ、ビッグマックの黒シャン25,000円ですよ、安いですよ、でこれシャモクロスさっき言ってたあったんですけど、シャモこれ多分新しいやつなんですけど、はいはいはい、シャモクロスの LLB って現行でもこのポケットのこの形なんですよ、うん、斜めになってるやつですね、でシャモクロスってもともとこうウールに似せて作った素材なんですけど、あのシャモアレザーってあるじゃないですか、はいはいはい、あの羊の羊だったっけな、とにかく肝をしたすごい薄いオイルを染み込ませたレザーなんですけど、うん、まあ、それに似せて作ったんですけど、まあ、ウールの代用じゃないですけど、うん、まあ、なんていうの、防寒機、はいはいはい、風通さないし、そうそうそう、だからめちゃめちゃ着ててあったかいんですよ、うん、でこの生地結構こう作るのもあの最近いいかなって、お最近これも企画してて、うん、なんでいろいろ古いシャモを探してるんですよ、なるほど、はい、個人的にも着たいし、うん、ここら辺もいいですよね、これ反転ですか、へえ、これにコーデュロイショーツとかね、ああやばい、ウエスタンの気分ですね、やっぱり前から言ってますけど、うん、はい、だからウエスタンシャツに、これからの時期だと、まあ、コーデュロイパンツとか、うん、まあ、夏はあのウエスタンシャツに T シャツ着て OP のショーツとか、はいはい、履くだけでもめちゃめちゃかっこいいんですけど、ちょっといいウエスタンがあれば僕欲しいなと思ってます、うん、という感じでここシャツゾーンですと、
じゃあミリタリーコーナー行ってみますか。うん、行きましょう。はい、はい、あこちらですね。はい、まあベッドジャンから上もあ結構おありますね。ジャングルファティーグスモールショートありました。お、あ綺麗ですね。うん、俺ミディアムショートだからな。お、え、ちょっとちっちゃいね。じゃあもうちょっと一回、はい、いろいろ着てみたいと思うんで、はい、今脱ぎましたね。脱ぎましたあ、え、そうなの。アルミの M とかって1万キロリメイクとかパッチされてるやつか、うん、つけてくれるの。かっこいい。ミディアムレギュラーって僕には大きいですよね。あ、ちょっと大きいけど、合わせるパンツによったらいい感じ、好きな人いると思う。パンツもめちゃめちゃありますよという感じです。うん、で、まあ、で軍パンは特に今すごく人気でみんな履いてると思うんですけど、はいはい、まあ、僕はやっぱりみんなに履いてほしいなと思うのはベイカーパンツ、うん、でベイカーパンツなんですけど、もう俺とアテルさんが多分買ってた履いてた頃って、うん、多分6900とか8900、いやもっとか、もっとか5000円台です。5級とかで今あの結構値段が上がってきてます。60年代のベイカーパンツ。だここら辺は今もうあのこんなすんだ。そう。でも持っといてます。でボトムでこの値段だったら全然問題ない。なんかセカストが高いわけじゃなくて、うん、普通にあの全体的に上がってる、ね。もう上がってます。はい。でこの間だからアメリカ行った時に全然見なかったです。はい、あ向こうも高いし、はい、ない感じですか。そうそう。なんか。いっぱいあるものなんですけど、ね、あ見ないっていうか為替も上がってるし、昔ってこうアメリカの人って古着とかヴィンテージ着なかったと思うんですけど、うん、今ってあっちの人が結構着てるんですよ。はい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 、アメリカでも流行っちゃってるからアメリカの古着屋さんとかも集める。そうなると日本安いじゃないですか、うん、為替も安いし、あの日本が結構安くなってると日本からどんどんこう買われちゃうなと思うんで、ね、やっぱそこはね為替が高いから仕入れも高いんですけど、うん、あっちの総値段が上がってきてるので、うん、そこに少しずつこう合わせてるのかなと僕が思ってる、うん、っていう感じで古着ってこう人気とか人気ないとか関係なくて、うん、どん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 値段上がってきちゃうんで、うん、あの買っといた方がいいです。つまり今が一番安いってことですか。そう、今が一番安い見た時が一番安い。これ多分1ヶ月後に来たらまた上がってるとかになるんで。あそうですね、はい、だから安いのが欲しいっていう人はあのまだ上がってないものを見つけるといいですね、うん、え？ん？あら、ダービー M4 万円新品の値段です。ブラックです。おおおいや無理だよ今今見つけても買えないよこれさらっといましたねダービーいや、まあまあかっこいいっすよ。かっこいいっすよ。ちょっとマジでかっこいいっすよ。僕エル持ってるしね。そりゃね合うでしょうね。ここね、このナイロンジャケットコーナーあるんですけど、はい、ここあんま言いたくないですけど、うん、ここダービーとかたまに入ってるんですよ。へえ。で、あの僕前あのめちゃめちゃ古いダービーとか見つけたんですよ。あここで？はい。で、まあ今もこれ現行のやつですけど、はいはい、まあ、シルバーの方のダービー、うんうん、でダービーって日本で売ってるのが遊歩道さんぐらいじゃないですか、うんうんうん、手に入らないというところで、まあ、すごく高いですけど、うん、普通にこれ新品の値段で売ってますか。新品で今もっと高いですからね。あ、そうなんですね、はい、の値段で売ってますよという感じです。だからここを来ると入ってるかもしれないです。はい、こっち側がブラックデニムの、はい、めちゃめちゃあるですねやっぱ、はい、アメリカ製のディッキーズはここにあります。基本的に基本的に、うんうんうん、今なかったらすいません。あ、でもこうディッキーズとか、はい、あの古いワークパンツから新しいワークパンツまで結構入ってます、うんうんうん、あとラングラー、おー、ラングラー結構古いラングラーですね。へー、ラングラーこの最初の頃ってリーバイスとかリーってもう結構古くからやってるんだけど、うん、
ラングラーに関してはこう進出してきたのが多分40年代ぐらいだったかな、40年代ぐらいからこう始めて、まあ、初めてこうデザイナーを入れてワークジーンズをこう作ってたんですけど、ロデオベンさんかなっていうデザイナーを入れて作ってたんですよ。だからリーバイスってファーストセカンドサード、はい、でリーも多分一発ぐらいで完成してずっと形一緒じゃないですか、うんうん、ラングラーっていろんな形があるんですよ。デザイナーさんが多分いろんなデザイン作ったからかなと思うんですけど、でその中でもあのブロークンツール、はいはい、でブロークンツールを皆さんどんな生地ですかって結構聞かれるんですけど、どういうことかというと、まあ、リーが左綾で、うん、リーバイスが右綾なんですよ、うん、だから遮光するじゃないですか、うん、ねじれるんですね古いジーパンって。でそのねじれるのを防ぐためにラングラーが開発したのがブロークンツールなんですけど、うん、右綾と左綾を交互に折ってるんですよ。なんで左にも寄れないし 右にも寄れない生地を作ったのがラングラーで、うん、すごいんですよ。このサイレント W っていうステッチなんですけど、それとかもめちゃめちゃかっこよくて、サイレント W？ そうラングラーの W？ そうそうそう、でラングラーの1年間しか製造されてないモデルがあるんですよ、うん、それはリーバイスと全く同じ右綾の生地を使って、うん、ドス黒い生地を使った、もう多分ラングラーがこのウエスタンパンツをずっと作ってたんだけど、うん、まあ、競合でリーバイスが売れてるからリーバイスみたいなの作ってよって言われて、うん、60年代に1年間だけ製造されたやつ買って、うん、そのデニムを僕は探します。うん、モデル名とかあるのかな。 10MW だったかな。あーなんかそういう感じですよね、ラングラーのそのモデル名みたいな。そう 10MW なんとかかんとか10メンズウエスタン。あーへえ、そういう意味なんだ。ラングラーのウエスタンとかも、まあ、27MW ってあるじゃないですか、うんうん、メンズウエスタン、うーん13メンズウエスタンとか、あへえっていう感じなんです。勉強になります。はい、なんでこんなに詳しいかというと、うん、最近ラングラーの日本の企画のすごい人とお話をさせていただいて、うんはい、ラングラーをめちゃめちゃかっこいいの作ろうよって今話をして、で僕はあのラングラーをそこで勉強させてもらって、めちゃめちゃかっこいいの作りたいなと思ってっていう話。やばい、いや楽しみです。はい、でここね上ですよ、やばいですよ、上ですよ、もうこれこの量、この量すごくないですか。えこのちょっと待って、ジャンセンのキャットがこんな気足長いので出てますよ。モヘアめっちゃある、モヘアめっちゃある。でここがラルフコーナー、ラルフコーナー、はい、でラルフめっちゃあるんですよ、うん、ダブル R もめっちゃあるんですよ、はいはいはい、さっきね、うん、ほらこれラルフのリネン100、うん、リネン100なんですよ。リネン100のこのシャツめちゃめちゃ良くて、うん、でよくあのメッシが着てて、腕まくってこう止められるようになってるんですけど、ああこれか、そう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 、どうなってんだろうな、よく着れます、よく着てます彼。リネン100そうまだ飽きても着れますから、うん、だからラルフはまあ皆さんたくさんあるんで見てくださいというところなんですけど、うん、あのキャルドウェルのシャツとか、はいはい、あのもう入ったたくさんあるんで、ここ、うん、おあったあった、はい、ラングラー、おお70年代ぐらいまではここがこうなってるんですよ、うんうんうん、これ多分これが27メンズベスト、うん、でこっちが127メンズベスト、へえ 80s になると127になる、うん、で52年ぐらいに 27MW が発売されたんですけど、うん、そこから70年代ぐらいまで縦ベルとかいろいろあるじゃないですか、はい、50年代のやつ、縦ベル欲しいっすわ、欲しいっすね、ちょっと着てみていいっすか、うん、このボロボロのウエスタンシャツとかしてて、あー分かる、ボロボロのデニムウエスタン、そうでも今日な合うから、お大丈夫っすか、めちゃめちゃいいっすよ。え後ろ長い、後ろは長いけど、前から見るとめちゃめちゃかっこいい。もう一個あったね、もう一個来ていいですか、はい、あっちがナインティース、ナインティース
いや、かっこいい。こっちの方がいいでしょ。なんか、うん、ハブとかはこっちの方がいい気がする。こっちの方がいいです、うん、さっきのやつめっちゃピッちょっと来た、ちょっと来た、ちょい来たぐらい。うん、ああ、うん、うん、うん、はい、すいません、すいません、こんな感じです。ブラックのパンツにこれ、ブラックにで、本当はショーツにサンダルにこれっていうスタイルを見せたかったんですけど、うん、中にレッチリってきて、はい、これはね、買います。ブラックを探してる、これのブラックも作れたらいいなと。ああ、確かに、はい、作ってほしいな。すいません。入り口戻ってきました。入り口戻ってきて、はい、さっきこうパーって見ちゃったんで、いろいろちょっと着てみようかなと思。そうですね、はい、ちょっとスペシャル系もぜひ着てみます。はい、着ていいのであれば着させてもらいたいな。これここいや、もう、ね、やばいよね。やばいのがあるんですよ。俺はこれがいい。渡辺さんは、いや、もう全部着てほしいですけど、この2枚着たいですよ。あ、マジで欲しいです。マジで欲しいやつね、はい、いや、意外にね、僕あの奥の2枚ね、はい、この赤系、赤系カートコバーン赤着てたじゃないですか。じゃあ赤系にしましょう。赤系もちょっと、じゃあ、まあ、どんな感じかっていう。赤と黒、赤と黒にして。赤と黒、じゃあ赤と黒を、うん、いいですか。あ、ありがとうございます。来ちゃいましたね、アローですよ。アローです。これかっこいいぜ。青かっこいい、ね、かっこいい。じゃあちょっと白黒、白黒、こちらがタウンクラフ黒みや。やばいっすよ、うん、こっち見てもらって。これこんな古着屋さんでいろいろ探しても出てこないですから、うん、ここら辺。だってまだブラックあるし、青もあるし、赤もあるし、うん、すごくないですか。マジで、あーかっこいいな。やっぱちょっと悪い感じがする。あ、本当ですか。あー、はい、かっこいいですね。かっこいい。ちょっと待って、うん、めちゃめちゃかっこいいです。ちょっと迷わせてください。迷います。ちょっと、はい、めちゃめちゃかっこいいです、まあ、とにかくもう今やばいオンブレで、みんなニルバーナ好きじゃないですか、はい、ニルバーナ好きにはこうたまらないオンブレだから、オンブレ着てこれにモヘア羽織ってここで501買って欲しい、うん、僕は。そういう若い子は増えてほしい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともセカンドストリートは撮影させていただきたいなと思います、はい、で、まあ、地方の方とか、うん、皆さんがこうあんまり行ったことないところに行きたいなと思ってます、はいはい、なんでちょっと今日ご挨拶させていただいたので、うん、今後も撮影できることを期待していただけたらと思います。やっぱ思ったのが、その古着ってこう僕ら古着好きとかおしゃれな人たちだけのこう古着だったじゃないですか、もともとのイメージって、うん、でも今セカンドストリートさんが原宿だけじゃなくて、僕が住んでるような住宅街だったり、うん、なんかこう地方とかにもたくさん出てる、うん、でも800店舗もあるじゃないですか。古着好きじゃなくても古着とか中古衣料を着るのが当たり前になってきたんで、うん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 、なんでなんかこの二次流通ってこう僕ら古着好きですけど、やっぱセカンドストリートさんのやってることはすごいこう、まあ、SDGs と言いますか、確かに、はい、そうっすね、かっこよく言うというか今風に言うと、うん、っていうのはすごく思いますね、うん、なんで古着って多分、まあ、今後も多分なくなっていかないカルチャーがどんどん増えていくと思うので、はいはい、まあ、古着好きな人もそうですし、うん、まあ、これからこう古着着ようかなとか古着着てみようかなって思う人もそうなんですけど、まあ、ぜひ、ね、お近くのセカンドストリートさんに行っていただいて、なんかこうディグってもらって、はい、好きなものを着てもらえばいいなと思いました、うんうん、僕は、はい、
本当にすごかったですね。何よりやっぱ行くのが楽しいですね。そう、うん、古着屋さんは古着屋さんで一緒で楽しいですけど、うん、セカンドスリーさんはディグリがいがある、うん、ここはちょっともう本当にディグんなくてもあるんですけど僕はねこれからもたくさんこう行ったことないセカストさんに行かせていただきたいなと、うん、間違いない、はい、思います。本当に今日台風の中撮影できてよかったと思います、はい、今後とも、はい、よろしくお願いします。ちなみに着られてますね、買ったやつも。そう、もう着ました早い。いや、ジージャンで来たんだけど、うん、撮影のために、うん、まだ暑かった、すいません。動画は9月末なんだけど、まあ、撮影してるのはこれ9月になったばっかりです。そうですね、はい、ウエスタンならまだ全然大丈夫、うん、むしろ今日台風でいい感じ、気温が低いんで、うん、ウエスタンという感じです、はい、はい、ですね、はい、はい、という感じで、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。どうも FJ です。どうもディレクターの渡です。はい、今回、まあ、ご報告があります。この度ね、渡さんは一旦卒業すると。卒業でございます。卒業です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、まあちょっと皆さん見ていただいている皆さんは、まあ、渡さん含めて FJ チャンネルだと、思うんですよね。僕もそう思ってます。なんでちょっと今回、まあちょっとショッキングな、ことだとは皆さん思います。いや、僕もそうです。なんですけど、そうです、ね、別に僕らが喧嘩したわけでもなく、はい、普通に仲いいんで、これから一緒に古着屋回ったりはしていきたいなと思ってます。 FJ チャンネルが終わるわけではない、ね、ないなんかこんな感じで終わるみたいな、ね、ますけど、はい、まあ、そうです。渡さんが卒業するっていうご報告をちゃんと皆さんにしたいなと、すいません、なんか、いやいや、裏方なんですけど、そうです、今回卒業する、まあ、まあ、渡さんにね、渡さん卒業したからこれ、これね、おお、ライフの、まあ、おおおおおおディカプリオにプレゼント入ってるんで、まあまあまあ、あとで、まあ、くださいよ、まあ、くださいよ、まあまあまあ、という感じで、ありがとうございます、はい、卒業おめでとうございますという形なんですけど、まあ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう早いもので早いですね、本当に早い。チャンネル立ち上げ当時は僕いなかったですよね。そう、最初の数ヶ月は別の方がやっていて、そう、その後に僕が入ってもらって、はい、VCM 編の、商品紹介動画撮ってる時に、メッシが AB 型だ、あ、そうそうそ う, そ う, そうで、俺も AB で、メシと俺は AB でっていう話したら、渡さんも AB だ、実は、ね、この前知ったんです。そうです。もうそうなんですよ、僕の周りには AB 型がたくさんいるっていう感じなんですけど、まあ、それだからまあ今までこうやりやすくやってたんだなと僕も思ってました。まあ、本当に皆さんもありがとうございました。はい、まあ二人三脚で、そうそう、やらせていただいて、僕が作ったものがまあ、評価されたりとか、本当に嬉しかったですし、うん、何よりこの FJ チャンネルを通していろんな方と会えたっていうのは本当に糧になったというか、本当に楽しい毎日ね。そうですね。まあなんで、まあ、次も VCM 出しましょう。そうですね、僕頑張って出すんで、渡田さんも一緒に出しましょうという感じで、まあ引き続き、はい、古着屋一緒に行ったりそうですね、していくと思って、はい、今後ともよろしくお願いしますって言ってますけど、はい、本当にありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。引き続き頑張ってください。頑張ります。引き続き FJ チャンネルよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。